はい、どうもこんばんは、キリです。ということで、本日の K-POP チャンネルへようこそ。本日は、TWICE がバブルっていうね、なんかアプリを20、あ、今週その三脚動かさんで、そのバブルっていうのをね、やるらしいんですけど、それがどんなものか、紹介していこうかなと思います。ちょっと調べるね。てかさ、見て、本当に。約10万つぎ込んだんよ。競馬ね。競馬ね。競馬。ありまきね、こうやって3万ぐらいすりました。もっとすれ、もっとすれねえ、お前さ、ほんとするとこまでするみたいなこと言うけどさ、 YouTuber やろ、 YouTuber。 いやほんと、一点掛けとかすりゃよかった。適当になんか3連単、ボックスとかなんか、そう調べられ、いや、そう調べられ、50万じゃないやろ、50万、700万じゃないようやってるわ。そう、霜降りチューブ見すぎて俺奇跡にかけちゃったんや。そうやってもうたんよ。違う違う、 TWICE のバブルね、これだ。好きな人にメッセージを、 TWICE は1がバブルをスタートだしね。韓国アイドル好きの新定番バブルに TWICE が登場。12月28日、まあ今日ですね、まあ今撮ってるのは27日なんですけど、これ上がってる時は28日の午後18時からバブルを開始すると発表しました。プライベートメッセンジアプリらしいです。アプリ内の自分のチャットルームにアーティストからメッセージが届き、それに対する返信を送ることができます。それって返ってくるの？返ってきとったら月400円じゃ収まらんやろ。月400円かかる。そうや。あ、そうなんや。でもそれもちゃんと言って、それ一人やったら400円ぐらいで、二人やったらちょっと安まったりするんじゃない。ちゃんと言ってそれ。あ、そうなんだよ。オッケー。あ、隣にいるのはモモラです。アーティストは購読者一人一人に対しメッセージを送信するのではなく、全体に同じメッセージを送信します。なんやねんそれ。そうやねん。インスタグラムとかと一緒やん。ツイッターやインスタグラムなどの SNS と大きく異なる点は、グループ全体の投稿ではなく好きなメンバーだけの投稿をチェックできること。おー。メンバー一人ずつを登録する有料アプリです。すでに SM エンターテインメントや FNC エンターテインメントのアーティストからサービスを利用して大きな反響を呼んでいます。また有料アプリであることから、プライベート性がとても高く、ファンも特別な楽しさを感じることが可能。そう、そうなんや、ほんとに。あの、モモナは NCT、 そうや、 NCT をこれやってるらしいです。だから今、撮ってます。あのね、実際やってる人から聞かんとさ、わからん。俺もやろうと思ったけどさ、なんか、ここでなんか、スキズとかもやってるらしいんだけど、2PM とかも。なんだけど、まあ、せっかくなら、とりあえず TWICE やりたいじゃん。でも TWICE まだやってないから、でも紹介したいからっていうことで、あの、やってる人に聞こうの回。ということで、あの、どんな感じですか、感想、感想。感想？全然不満やん。全然バブルに不満やん、今。いや、マジでさ、最初さ、うん、はいはいはい、テンション上がってさ、テンション上がって買いました。で、はい、変身しちゃおうって思って変身するやんか、うん、気ぃついたらなんかもうミンクなってんのよね。あ、変身するの忘れてたと思ったら、うん、次来てて、うん、なんか、でもしょっちゅうなんか、あ、来てるみたいな言ってるじゃん。そう、それでしょ。でもやっぱだって既読してくれへん、全然。え、既読ってつくこともあるんかな。嬉しい。あるんの。え、じゃあそう、モモリンでわし買うじゃん、うん、まあ、絶対買うんだけど、うん、400円全然モモリンに全然あげるんだけど、そう、安いからね。え、それで既読つく可能性あんの。なんかバチバチ俺マーキュリー名義でいくよ。そうなったらやんな。 何そりゃそうよ、だってモモリンから帰ってくる可能性もある。でも最初モモなってやっとってやんか、うん、まあ、なんかちょっとなんかガチっぽくてキモいなって。隠したんや。そう、でも俺 V ライブは名前変えてるんや、マーキュリーじゃなくて。だから名前ちょっと変えて。そう、はずいから。そう、みんなが見られるとはずいんよ。そうよ。けどそう、バブルは見れんのやろ、他の人は。いや、分からん、ね、でも向こうからどう見えてるか分からんやん。でも多分、え、名前とか分かるし。分かるんかな、うん、え、ももりに写真送ってって。写真送ってって、おじさんみたいなこと書く。ももりん写真送ってって。気持ちいい。こっち見る。でもいっぱいいそうじゃない。いや、そういう人。俺やろ。なんかさ、何そう、次返信来たら絶対に既読は消えんねんけど、うん、ちょっと嫌やねんけど恥ずかしい。おやすみって。くっそ真面目におやすみって送ってるやん。それ何が可愛いってさ。でも相手から一方通行やん、それ。そうやで。さっきから全然返してあげてないやん、かわいそう。返して大丈夫、今度さっきから席バッタして。けんちゃーな。でもさ、これ何が可愛いってさ、前がさ、じゃ、なんかこの送り主がさ、どんなさ、はい、絵文字使うかとかあるやん、やっぱ。ああ、癖ね。そう、はいはい、LINE でさ、あるね。あ、この子絵文字使わんねやとか、この子めっちゃ笑うやんみたいな。はいはいはい。それ見てちょっとにやけてるみたいな。ああ。で、そういうの見れるのいいよな。
え、やりたい、そういうの。公式 LINE みたいなのとは違うんかな。なんかたまに YouTuber とかやってるじゃん。それやろ。でもあれって見えるよね、うん、それぞれで人から来てるやつって。おー、そうなんじゃない。そんな感じかな。今度外出たいね。そうやろ。どうなんやろうね。もうこれ、え、でも帰ってくるんだったらワンチャンあるよね。リアル帰ってくるんかな。え、本一人に、一人には絶対帰ってこない。え、だから全編集やねんって。見ることはできても、その向こうが個人、ね、え、その人に返してあげるって。あ、それは絶対できない。だってそんなんしだしたらもう終わりやんだって。もうまたちゃう、400円なんかで。え、してほしい。4万円やん。いや、4万出す。そうやで、ね、出すよ、そら、そら出す。そういう問題がじゃないよ、そういう問題やったら出すよ。4万出すから、モモリンから LINE 帰ってきてほしい。いや、それで言ったら元も子もだし。 LINE したい。でも実質 LINE みたいなもんじゃない。そうやで、そうそう、実質 LINE やろ。いやし、実質それで言ったらほんまに公式 LINE、 佐藤健の公式 LINE と一緒。あー、確かに。それでもう金払ってるみたいな感じやけど、まあ払いますよ、そんなんて話。いや、払いたい、払いたい。払うからさ、どうにかしてくれん。誰に言うてんって。誰に言ってんの、それ。そのさ、これ、はい、okay、これさ、ここで返事返ってくると思ってる、この返事。なんてくるん、これ。だから、寝た返信で、寝てないよって送ってると思ってのこの返信。あそうそうそう。だから、ワイ何も返信してないからすごい、偉いことなんて。もう勝手になんかもう向こうで一方通行が。あ、そういうこと。写真とかも送られてくるんだ。今から寝るよとか、例えば。いやし、しかも今見て思ったのが、うん、なんかおすすめの曲教えるねっつって、普通に YouTube の公式。あ、そういうのもしてくるんや。見てる。え、普通になんかおすすめの曲教えてくる。あ、マジのおす、 NCT 送ってくるとかじゃなくて、マジのおすすめ送ってくるんや。だって知らんもんだ、これ。え、400円払うやろ。払う。え、4万払う。やろ。そうやろ、払うの。100台買う、携帯。え、もうしようやん。100台やった人限定とかなんかないかな。いや、いや、違う、プレミアとかないんかな。100台で毎日同じことを100台ずっと返信しようやん。なんかキモいやん。いや、今までキモいことしてきてる。よう言うた、よう言うた、よう言うた、それは。ええー、いいの。なんかでもプレミアとかあってほしいな。な、わかる。ワンチャン帰ってくるかものプレミアとか。そうなったらもうほぼもうな。やりたい。ファン、なんかもうオタクとファンとしてのあれよ、わからん、わからんから。え、でも2人目とかなったらまた追加で400円。そうやで。安くなるん、ちょっと。ほら、1人やったらこれやけど。ああ、ちょっと安くなるんや。何がおもろいってさ、 NCT の場合さ、なんか全員取ったらこんだけ月かかるっておもろない。4000円かかんの。4000ちょっと。そうやな、5000円ぐらいかかるな。ね、もろ、ね、年換算して、年換算。やば、5000円かかるんやろ。6万。え、だ、人多いって大変。でもとりあえずモモリンはやりたいな。でもモモリンの場合さ、日本語で書いてくれるかな。え、人によるんじゃん。でもこれの、あ、もう一個言っていい、うん、これのすごいがさ、見て、翻訳できんの。あ、翻訳機もつくんやん。勝手に、なんかこう、すんご。押したらな。あ、翻訳制度もあるんや。え、じゃあもうほとんどもう韓国語やん。そうやで、夢見たらあかんねん。もうしんど、日本語で送ってや、モモリン。いや、でも送るやろ、多分。じゃあ分かった、もうここで気持ちをモモリンに伝えて。あ、そうし、そうし。ああ、え、なんか動画見てくれてるから。4トンとかでも言い張るらしいで。バブル送ってねって言ってたら、うん、で、みんな、じゃあ今日バブル送るねって言って。あらさ、素敵。そんなんやりたい、そんなんやりたい。マウント取り男やん。あ、や、約束よっつってやりたい、それ。やろ。はい、ということで、でも良さげ、まあ絶対入るわ。明日が楽しみでございます。まあ今日ですけどね。まあちょっとそれの感想とかも含めてまた動画にしたいと思います。ということで、モモリンと LINE しまーす。やりませんな。は？現実見て。なんなん、録画ボタン押させて。